皆さんこんにちは。今日はですね、免許の更新で二俣川駅に来ています。で、そこの二俣川駅からですね、約5分くらいですね、歩いたところにあるトンパチ屋さん、こちらに今日は行ってみます。メニューは食券で購入する形になっています。これは11時から15時まではライス無料っていうのはね、嬉しいですよね。で、壁にはこうやってね、メニューの写真がついているので、ただこれね、食券機の左側にあるので、先に見るにはちょっと中に入って見るようにしてください。で、私がオーダーしたのはですね、食券のとこにあってですね、限定というね、限定ラーメンのネギチャーシュー丼というのにね、引かれてしまったので、そちらを、オーダーしました。こちら700円です。結構お得ですよね。これもなんかピリ辛そうで美味しそうです。ではいただきます。で、実はですね、これ最初の時に待ってる時ですね、ちょっとね、限定ラーメンしたの失敗したかなと実は思ってたんですね。なんでかっていうとですね、まあその限定に控えてこれ買って購入してみたらいいものの、まあ見てみると、あれって自分が持ってた家系ラーメンのあの感じと違うじゃないかというふうにですね、自分の中で思ってしまっていて、まあ待ってる間、あれちょっとこれ失敗したかななんて思ってたんですね。出てきて、まあビジュアル見てみたら、いわゆるその家系ラーメンの形とは違ったんで、あらーと思ったんですよ。これ食べたらね、美味しかったんですよ。で、スープはですね、まあ塩豚骨なんでしょうね。で、醤油というよりも塩気の方が強いというか、そういうスープで、これがね、意外とあっさりしててね、美味しかったんですよ。で、これにこうキャベツがついてくる。で、このキャベツもね、この緑色のこの色がすごいなんか食欲誘うような感じですよね。で、これに塩豚骨のこのスープがすごく合う。で、この麺も結構もちもちしてるんで、これがね、想像以上に、予想していた以上に美味しかったですね。これはね、びっくりしました。で、この、まあ、鶏肉なんですけども、これ蒸し鶏で、中華のよく前菜である、そういう感じの、蒸し鶏、もうそのままなんですけれども、の味がする。で、私ね、中華の時これすごい好きなんで、よく頼むんですよ。だから、この蒸し鶏好きの私にとっては、これ最高の一杯でしたよね。これはね、なんかなんて言うんだろう、いくら違うとも、怪我の巧妙じゃないですけど、思ったのと違ったけれども、実はすごい美味しかった。なので、普通のというか、まあ一般的によく見る家系ラーメンの、あの形のもきっと美味しいんじゃないかなっていうふうに思いますんで、またちょっと食べてみたいななんて思いましたよね。で、このセットのネギチャーシュー丼がですね、まあ、豆板醤かなって和えているので、まあピリ辛で、すごくこう、食欲進む、ご飯が進むような、そんな味付けになってました。で、やっぱりこう豆板醤なんで、まあ、ラーメンのスープとかやっぱ入れたりして味変とかしたりするわけですから、これ絶対入れてスープかけて食べたら美味しいだろうというふうに思いまして、最後そういう形で食べてみました。やっぱりでも美味しかったですね。で、総括してみますと、キャベツも非常にこう多くて、なんだろうな、こう野菜も取れてというんですかね、すごいこうバランスがいい、そんな、ラーメンでしたね。で、これでこのネギチャーシュー丼がついていて700円っていうのはですね、とてもお得なのではないかなというふうに思いました。もうね、あまりにも美味しくて、ね、スープも全部いってしまいましたね。ここまでありがとうございました。またお会いしましょう。